はい、じゃあよろしくお願いします。今回は受験対策動画正門丸三平方根のね特集をやっていきたいと思います。でちょっとね時間空いちゃったんですが、正門特集の第3回かで1、2の丸1、丸2に関しては中3の勉強が入ってなかったんですが、ここでね中3の平方根を特集していきます。で今映ってる9問を今回取り上げますので、できそうな子はねぜひ動画を止めてやってみてください。でちょっと確認してもらって、わかんないのがあれば今からねちょっとこれ外してしまうんですが、解説やっていきますので聞いてもらえたらと思います。いいかな。では早速ね解説の方やっていきますので、どうぞよろしくお願いします。ではいつも通りね下げます。間違えましたね、ごめんね。こっちか、ちょっとお待ちを。行き過ぎた。じゃあこの辺でよいしょ。ちょっと消えちゃったかな。ちょっと消えちゃったな。待って、画面的に、まあ一応見えるけど、ここちょっと補修しようか。ちょっとね、ぐちゃぐちゃしちゃいましたけど。じゃあね、早速やっていきます。で、上6問は計算です。で、今回も取り上げてるのは、都道府県の公立高校で実際出題された問題と、ちょっと数字変えたのもありますけど、基本的には公立ので出てくる問題だと思ってください。私立はもうちょっと複雑だと思う。自分のイメージですけど、ルートとかだったらね。で、まあ、効率レベルでやっていきます。じゃあ、まず最初、この計算からだね。で、まあ、これの注意は、もうとにかく割り算足し算どっち先にやるのっていうそこなんだけど。で、まあ、これ順番こうなってるんでまだいいんだけど、割り算と足し算だったら割り算を先にやると。で、ルート6割るルート3は、割り算はね、ルートの中身同士で割り算ができるので、ここが、まずルート2になります。6割る3だからね。で、そこにプラスルート2がくっつくと。で、ルート同士の足し算っていうのは、ここの外がね、今1ルート2。1ルート2。だから外の数字を足すから2です。で、2ルート2となります。おそらく平方根がね、得意な子にとっては、すごい簡単に感じるかもしれないんですが、まあ一応ね、こう、計算問題の基礎的なとこなので、絶対落としちゃいけないレベルなんだよ。この辺はね。だからまあ確認だと思って聞いてください。で、次です。で、ルートの中身が若干複雑になっていくと。で、ここは、ルートの中身をチェックしたときに、何も外に出せないんだよね。ルート6はルート6だし、ルート3はルート3だしね。ただし、ルートっていうのは、もう見た瞬間に、出せるものは、基本的に出します、先に。ちょっとね、こう、後のことを考えて、あえて出さないときもあるんだけど、基本的には出すと。ちょっとこれ、あれだね、気になるね。ごめんね。例えば、ルート32。これは、16×2 です。で、16は4の2乗です。だから、ルート32が、一応色交互でやっていこうかな。これが、これね、4ルート2になります。ルート32が。で、次、ルート18です。これ、9に18、9×2 なんだよね。で、9を使ってるってことは3の2乗なんで、3が出てきます。で、2が残る。つまり3ルート2なの。で、ここですごいミスりがちなのが、もともと2があるでしょ。2があって3が出てくるから5になる子が出てくる、これ。でもそうじゃなくて、これはもともとマイナス2かけるルート18がくっついてるから、2と出てきた3は掛け算します。つまり、マイナス6で2が残ってるから6ルート2になる。いやいや、そんなミスしないよって思ってる子も意外と受験で緊張してる時とかミスするからね、こういうの。気をつけてね。出てきたものは掛け算だと。で、最後は中身ルート2。これはもう直せないので、このまんまでいけると。で、ルート2で全部ね、中身が揃ったので、外を足すと。4、マイナス6でマイナス2。マイナス2足す5で3となるから、3、ルート2と。ね、こんな感じになる。よいしょ、いいかな。で、次が、また中身チェックをしていくと、まずルート2。これ直せないんで、ルート2のまま。で、次、8が、死にが8。で、4×2 で4使ってるから、これが2の2乗。つまり、2が出てくる。で、2ルート2。で、ここは、分母に、下にね、ルートが使われてるから、必ず有理化をする。で、もう有理化が何だろうと。今もちょっとやるけど、思った方はぜひ有理化の動画ありますので、そっちで確認してください。中3の平方根のところでね。で、有理化は上と下にこのルート2をかければいいから、こうなる。
で、ルート2かけるルート2は2です。で、2と16を約分すると8になるから、つまりこれ8ルート2になります。ここがで、ルート2全部揃ったので、ここは1マイナス2だからマイナス1、そこにプラス8がくっつくから、うん、プラスはいらなかったね、書いちゃった7で、ルートの中身は変わりません。7ルート2と、ね、こんな感じで計算していきましょう。で、どんどんいきます。で、次がルート54です。で、54は 9×6、 クロック51だからね。で、 9×6 なので3が出てくる、9を使ってるから。で、3ルート6。で、ここはさっきと同じく有理化をするから、上と下にルート6をかける。で、ルート6かけるルート6、ルートは同じものをかけたらその数字が出てくるから、つまり2乗になるからね。で、ここ下が6です。で、6と42が約分できるから7になる、つまりマイナス7ルート6となります。だからこれ計算して3マイナス7、だからマイナス4ルート6とね、こうなる。で、次はちょっと展開の知識が入ってます。あの、もし多分ね、この時期だったら平方根やってて展開やってない子っていないと思うんですけど、もしかしたら平方根やってるけど展開やってないって方はごめんね、それはちょっと申し訳ないんですが。で、これは公式が使えます。で、どの公式かっていうと、これ消しちゃうけどね、これはちょっと中身順番違いますけど、俺がよく言う括弧が2個あって XYXY でパーツが同じ XYXY って、ただし if 語プラスとマイナスになってるよっていうタイプのやつです。パーツが2ルート7とルート5、2ルート7とルート5でパーツが同じ、ただしマイナスとプラスで符号が違うタイプだね。で、これは公式が x2乗マイナス y の2乗だったでしょ、展開の時に。なのでごめんね、それを使うとちょっと消しちゃいますね。まず x2 乗だから左のパーツの2乗です。で、2ルート7の2乗、できれば暗算してほしいですけど、2ルート7×2ルート7で、これの暗算の仕方は外と外、あ、ごめん、中と中をかければいいから、外と外4でしょ、まあ、暗算になってないけど、かける中と7、名前、中と中はルート7×ルート7なんだよ。で、さっきから言っているように、ルートは同じものをかけるとその数字が出てくる、つまりルート7×ルート7は7なのね。なので7が出てくるから、結局2ルート7を2乗すると4728が出てきます。まあ、出てくるというか、で、28になります。で、公式通りいくとマイナス y の2乗、つまりルート5の2乗です。ルート5×ルート5、これは同じものをかけてるから5になる。なので引き算して23と、これで OK になります。で、最後は、カッコ2個あるんですけど、これ公式が使えないのね。どの公式も。だから、俺がね、よく言う全部掛けを使います。一番万能なやつ。何でも使えるっていう。で、全部掛け、これ4回掛け算すればいいから、そこだけ気をつけ、計算ミスをね、気をつけると、2ルート10×ルート10です。で、これも、外と外を掛けると2でしょ。2×1 だから。2。で、ルート10×ルート10は、さっきから言ってるように10になる。で、2×10 だから、これとこれかけると20になります。今意図的にここもここも暗算でやってるのは、もちろん暗算でやりなさいっていう強制じゃないです。別にちゃんと書いてやってくれても大丈夫。ただなんで暗算を今やってるかっていうと、時間を短縮させたいのね、できる限り計算問題の場所って。その分もっと難しい問題とか、みんながね、出てきたこと苦手な問題、ちょっと解けそうなのに時間かかるなみたいなところに時間を使ってほしいので、できればこうやって暗算とかを覚えていけるといいのかなと思ってます。まあ、一応参考にしてください。で、今こうかけたから、次こことこういこうか。で、これは4で、外の世界で4と2をかけるからプラス8で、ルートの中身は変わらないのでルート10です。で、次こことここ、マイナス5かけるルート10、これもマイナス5ルート10です。で、最後がマイナス5とプラス4かけるとマイナス20で、間違ってもここで終わりにしないと、計算できるものはしなきゃいけないので、
20とマイナス20消えます。だからこことここ計算すると3ルート10でこれで OK になります。なのでさっきの5番、これ公式使ったんですけど、もしあれ公式ちょっと分かんないやって何使うんだろうって思った場合は全部書きしてくれて大丈夫です。かけて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 と4回かけて計算しても絶対23になるから、いいかな。あのね、こう公式を絶対使わなきゃいけないってわけではないので。で、ここまでが計算問題で、次7番がこれを満たす整数 X を小さい順に全て書こうという問題です。で、これはですね、まあいろんな教え方がきっとあるんですけど、俺がよく使うのはこうやってルートが入ってる、でもここ入ってない、ここルート入ってるってなったら全部ルートに揃えちゃいなよってよく言います。全部ルートにしちゃえばいい。で、ここだけルートになってないからルートに直す、で、ここが直せるかがポイントなんだけど、こうでしょ。で、これルートに直すとこうなります。 x2 乗と。で、なぜかっていうと、これは3ってルートいくつってなった時に3ってルート9でしょ。で、これね、意外とピンとこない子が出てくる。ね、ルート9が3ってピンとくるんだけど、こっちってあんま使わなくなってくるんだよね。こっちは使うんだけど、だけど普通の整数をルートの中に入れるときは2乗すれば入れることができる。3はルート9だしね、4はルート16だし、2乗するから。だから x も中に入れるんだったら x 2乗になればいいと、っていうことが分かればもう全部ルートの世界で揃ったでしょ。 x 2乗が2から19の間にある数何って聞かれてるだけなんだよ。例えば x に1を入れたら2乗しても1でしょ。この範囲に入ってないね。だからダメなの。でも例えば2を入れれば22が4、4でしょ。2と19の間にあると、だから OK なんだよね。つまり小さい方から書かなきゃいけないので、まず2が OK です。で、3、サザンガク、間に入ってる、 OK。 四子16、 OK。 でも5、25は19を超えてしまうので入らない。だからこの3つが答えになります。いいね、ルートの世界で揃えちゃえば考えやすくなりますので、まあ、こんな感じでやるといいのかなと個人的には思ってます。で、次8番9番ね、すごく似てるタイプの問題なんですが、まず8番はルート3n、 これについて考えます。で、もう1個ここに書いてないですけど、 n は50以下の正の整数です。つまり1から50ですね、 n に関しては。で、その時にこのルート3n が整数となるような n の個数を求めます。つまり全部書くんじゃなくて個数を書くと。で、これの考え方なんですが、こいつが整数になる、どういう状態か。これ簡単に考えたらルートが消えてくれればいいの。今ルートついてるからね、ルートが消えればいいと。じゃあどうやったらルート消えるかっていうと、これね、今 3n って 3×n ってことでしょ。もちろんこれさ、もし n のとこに3が来たらこれルート外れるんだよね。なぜかっていうと、サザンが9だからこれ3になるんだよ。整数完成したでしょ。で、どういう状態かっていうと、単純にルートの中身が2乗になればルート消えるじゃん。だから中身を2乗にすればいいんだと思ってください。つまりこれ後で個数書くけど、ちゃんと n=3、 これ答えなんです。だって3入れたら今整数になってるからね。で、ここまではいけると。で、次からが問題なんだよね、この次からが。で、これの考え方なんですけど、ずるい覚え方をするんだったら、次これ3っていうね、最初の数字を出せばいい。これまあここの数字をくっつけてるからこの数字書けばいいってことなんだけど、 n が3だとこうなるでしょ。で、その数字に次4をかければいいんです。いい、だから 3×4=12 でしょ。こいつ 3×4 してんので、次この3って数字に9をかけるので、 3×27 でしょ。で、次が、その3って数字に16をかける。で、48か。で、ちょっと突き抜けるくらいじゃね。次が 3×25 をする。で、そうすると、これ75になります。っていう、こいつらが n に入ったとき、こいつらが入ったときに必ず整数になるんです。いい。
で結論から言えば今 n は50以下の正の整数75は入らないね。でも48は入る。つまり3から3、12、27、48全部が答えになるので答えは4個になります。だがしかし、じゃあなんでこいつらね4かけて9かけて16かけて25かければ OK なのかっていう、そこが問題になる。でこれは下はギリ入るかな。例えばなんだけど今 3N で N がここにあるんだけど、まあ、3をかければさ3が出てくる、まあ出てくるから分かる。でそこにもし5とかかけてみるじゃん。これさ整数になるかどうかって考えた時にこれならないんだよね。でなんでならないかっていうと 3×3 で3が出てくるんだけど5が出てこれないから居残りで残るんだよ。でこいつが残った時点で整数じゃないからね。もうってことは3かければこいつが一緒に出てくる、もうこいつは OK だよって。で残り何をかけるかっていうここの残りが自分で出てこなきゃいけないので、自分で出てこれる数字って何かっていうと2乗の数字なんだよね。だからここに4をかけたら3も出てくるし、こいつ自分自身が4だから2の2乗でしょ、2も出てくるから、だから整数になるの、ルート残らない。つまり自分が2乗だったらいいんだよね。で3は必要だからこいつが出すためにね。だから3に4をかける2の2乗、次は3に3の2乗かける、ここは9でも出てくるから自分で、で 3×16、 4の2乗でも出てくる、5の2乗でも出てくるっていう考え、次はもちろん 3×36 ね、6の2乗だからっていうふうに考えます。これが整数になるとき。でさっきも言ったように75、これはダメなので答えとしては、まあ、4だけでいいけどね、普通に一応4個と書いておきましょう。ギリ入っ、ギリじゃない、全然入ってた、いいかな、こういう風に考えてください。でラスト、まあ似てますけどね、ルート2a です。今度こちら2になってる。でこれが一桁の自然数になるような自然数 a の値を全て求めようと。つまり a は範囲決まってないです。さっき50以下って決まってたけど、こっち、ただしこっちはこれが整数になればいいよって言われた。でもこっちはこれが一桁の整数になればいいよって言われてます。一桁の整数。でも考え方は同じです、これと。いい？どこまで答えとして採用していいのかなだけ気をつければいい。で、どう考えるかっていうと、今度は、前に2がくっついてるので、まあ、2×a でしょ。で、ここにまず2が必要です。さっきと同じように。こいつを出さなきゃいけないから。で、その2が基準になるので、A イコール2がまず1個目の答え。で、そこに2個目。どうしよっかな。いいか、こっちで書こうか。2×次4です。ここに4をかけても4は自分で出てくるから。で、次が 2×9 ね。で、2×16。で、ここでギリかな。ギリだね。で、次どっち、こっち行こうか。2×25 と続いていきます。で、これ 2×4、まあ、2、8、18、32、50と、まあ、その数字が A としての答えの採用できる範囲になるんだけど、でもどこまで使っていくかは分からない。で、どう考えるかっていうと、今回はこのルート 2A、 これが一桁の自然数になってほしい。で、例えばここにいたら2を入れた時、こうなった時ね、これルート4だから2じゃん。つまり答えとして OK だよね。次 2×4 です。まあ全部計算していいけどね、2に出したから4×16 でしょ、ルート16出したら4でしょ、一桁の整数だからこれも OK です。次です、これぐちゃぐちゃして9、36か、36ってことは6だよね。だから6だから一桁なんで OK です。よいしょ、16、64です。ルート64 8だよね、8だからこれも OK です。で次25です。25は100、100はこれルート100は10と一緒で、10は一桁じゃないと、だからこっからダメになる。でもその先は絶対ダメです。もう10が出てきてるからそっから大きくなるしかないからね。で今回は自然数 A の値を全て求めようなので、数ではなくてちゃんと A イコール2でしょ。で次8で2×18で32か、この4つが答えになります。
で今ここバーッとこういう風に答え、こっちは個数でしょ、こっちは全部かけてタイプで並べたんですけど、これ絶対間違いないようにね、どっちが出てくる可能性もあるんですけど、例えばこれ個数って言われてんのにこう書いたら×だからね、全部合っていたとしてもちゃんと4個って書かないと。でこっちも同じ、個数じゃなくて数字をかけって言われてるのに個数書いたら×を食らいます。こんなことで絶対ミスんないようにしてね、もったいないからね。では今回は受験対策動画小問丸三平方根の特集をねやらせていただきました。今回もここまで聞いていただいて本当にありがとうございました。で次回丸四、まあ、小問の丸四に行くかまた違う風に今までね取ってるようなこうなんだろう単元を特集してやっていくまだわからないんですが、これからねちょこちょこと取っていこうと思いますので、もしよかったら次回の方も見てみてください。ほんじゃ今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。